彼らの恋の行方をただひたすらに見守る CD、 男子高校生初めての第9弾 Kiss Me Please My Idol。 こんにちは、ナインスの高階響です。響くん、かっこいい。クゼさん、なんでそんな後ろにいんの？隣に来れば。隣なんてとんでもない。せっかくの響くんの絵が台無しになっちゃう。俺のことは気にしないで自己紹介続けて。はあ、別に仕事でやってるわけじゃないし、誰が隣に来たって。ってそうか、これアイドルとしての自己紹介じゃねえんだよな。うん、学年とクラスと名前を言ってって言われたよ。ああ、1年 D 組、高階響です。さっきも言ったけど、アイドル事務所でナインスっていうグループに所属してる。あ、ナインスっていうのは CD デビューはまだなんだけど、今一番勢いのあるグループで、コンサートはいつもチケットが取れなくて大変なんだ。個性あふれるメンバーの中で響くんは最年少だけどセンターで、歌もダンスもセクシーで人を引きつける力があって、運動神経もいいし、最近はドラマにも出たりして。ちょっと早口でまくし立てんなよ。あ、ごめん、俺響くんの話になると止まらなくなっちゃうんだ。あんたも自己紹介すれば。あ、そっか。久世幸男、2年 E 組です。前はアイドルゲームとかが好きで、三次元にはあんまり興味なかったんだけど、響くんに出会って世界が変わりました。今すっごく楽しいです。っていうか、あんたがもともと好きなのって可愛い女の子じゃん。なんで俺みたいな不良でスキャンダルまみれの男アイドルのファンになっちゃったわけ？響くんは不良なんかじゃないよ。タバコもお酒もバイクもやらないでしょ。いや、それ以外にもいろいろあるだろう。世間的には生意気で反抗的で、素行が悪すぎるからデビューさせてもらえないんだって言われてんの。そりゃちょっと悪っぽいのが売りなんだろうけど、マスコミが誇張して書いてるだけでしょ。だって響くん、うちのレッスン室を自主練で使った後、ちゃんと片付けて帰ってくれるし。それはあんたがスタジオ代いらないとか言うのに散らかしたまま帰れないだろ。本当はストイックで努力家なんだよね。そうな。でも夜フラフラしてんのは事実だし、今日も仕事終わりに好きなバンドのボーカルの人紹介してもらう約束してるし。よかったね。でも盗撮目的とかで追いかけ回されたりするらしいから気をつけて。あんたんち神宮前だもんな。そういうの見慣れてるだろ。ああ、お母さんとかがそういうのを話してるのを聞くだけで、俺はあんまりほとんど家から出ないし。ほんと、あんたってもったいね。響くんはおばさんのマンションから学校に通ってるんだよね。ああ、うん。実家から東京まで2時間かかるから。親元離れて仕事して、やっぱり響くんはすごい。そういうこと言うのやめろ、イメージ崩れるだろ。でもステージの上でたくさんの人を魅了してるのは本当だもん。はあ、またこの間発売したコンサート DVD 見たくなってきた。俺もう帰ってもいい？おい、本人よりも DVD かよ。あんた、ほんと変人だよな。っていうか、この CD のコンセプトの説明終わってねえし。ああ、男子高校生の初めてを盗み聞きできるんだっけ？よくわかんないけど、俺もう予約したよ。え、もう？うん、俺響くんのものなら必ず予約して買うから。おう、ありがとう。男子高校生初めての第9弾 Kiss Me Please My Idol、 2018年
7月27日発売。はあ、どんな響くんの声が聞けるんだろう。楽しみだなあ。